プラントロニクスはアメリカ合衆国の音響機器メーカー。ヘッドセットの世界的なトップメーカーである。企業向けと一般消費者向けの製品を製造している。本社はカリフォルニア州サンタクルーズ。プラントロニクスはポリコムの買収に伴いブランドをポリーに変更した。ポリー製品はユニファイドコミュニケーション、モバイルでの利用、ゲーム、音楽での利用をサポートしている。 製品のほとんどは中国とメキシコで生産されている。2019年3月18日、プラントロニクスはポリコムの買収に伴い社名をポリーに変更すると発表したが、ニューヨーク証券取引所でプラントロニクス、インクとして取引を続けている。プラントロニクスの初期のヘッドセット九百六十年代初頭、航空会社のヘッドセットは非常に大きくて、 扱いにくいため、多くのパイロットが通信にハンドヘルドマイクの使用に切り替えていた。ジェット旅客機の速度と複雑さにより、小型で軽量のヘッドセットをコックピットに導入する必要が生じた。1961年、ユナイテッド航空は興味のある人から新しいデザインを募集した。ユナイテッド航空のパイロットであるコートニー・グラハムは、 重いヘッドセットを軽いものに交換する必要があると考えた多くの人の一人であった。彼はパイロットの友人であるキース・ラーキンと協力して航空会社の基準に合格するのに十分な剣道性を備えた小さく機能的な設計を作成した。ラーキンは日本の輸入会社であるプレーンエイズという小さな会社で働いていました。この会社は シーンの部品にトランジスタラジオを含むメガネとサングラスを提供していた。ヘッドバンドに取り付けられた2つの小さな補聴器スタイルのトランスデューサーを組み込んだ最終設計はユナイテッド航空の承認を受けた。革新的な設計に対する UAL の承認により、グラハムとラーキンは1961年5月18日にパシフィックプラントロニクスとして法人化された。 彼らは1962年に最初の軽量通信ヘッドセット MS-50 を商業市場に導入した。1960年代半ば、連邦航空庁はプラントロニクスを航空管制官用のヘッドセットの唯一のサプライヤーに選択し、その後、ベル電話会社がオペレーターに供給するヘッドセットを供給のサプライヤーとして選択した。 1961年、NASA の宇宙飛行士であるウォルター・シラーは、パイロットの仲間であるコートニー・グラハムに連絡を取り、マーキュリー宇宙船で使用される小型で軽量のヘッドセットの設計について話し合った。パシフィック・プラントロニクスは、信頼性の高いソリューションの開発を開始するために、宇宙環境通信部門を結成した。スプーンカムの担当者は、 NASA の有人宇宙船センターとケネディ宇宙センターを訪れシラーやゴードン・クーパーを含む他の宇宙飛行士と会い設計についてのフィードバックを得たプラントロニクスヘッドセットを搭載したニール・アームストロング・スプーンカムと NASA は共同で宇宙通信用の実用的なマイクの設計をわずか11日で行いシラーはマーキュリー・アトラス8号のミッション中に 新しい通信技術を最初に使用した。各マイク回路には2つのトランスデューサーがあり、各レシーバーには5つのトランスデューサーがあるため、これらのヘッドセットにはかなりの上調性が組み込まれていた。さらに、ヘッドセットはペアで使用されていた。宇宙飛行士の宇宙服でのスプーンカム、NASA ヘッドセットの使用は、マーキュリー計画、アポロ計画を通して続けられた。米国の宇宙飛行士、 ニール・アームストロングが月の土を踏んだ時に話した言葉はプラントロニクスのヘッドセットを通して送信された。宇宙計画における NASA とのパシフィックプラントロニクスのパートナーシップに続いて MS-50 ヘッドセットは通信市場で認知された。FAA、ウェスタンエレクトリック、そして電話コールセンターを持つ企業は既存のヘッドセットの代わりに MS-50 を採用した。1965年5月18日、米国特許第5 8万8096号、米国特許第318万4556号が WK ラーキンに発行された。補聴器サイズのマイクロフォントランスデューサー及び同様に、小型化されたトランスデューサーが、ユーザーの耳の近くに取り付けられたカプセル内に、 配置されている小型化されたヘッドセット。音声はユーザーの口の近くに配置された音響感を介してマイクロフォンに伝達され、受信機から発せられる着信通信は2番目の音響感を介してユーザーの耳に伝達される。発明の提案された使用法を示すプラントロニクス、ストセット特許図面1970年にパシフィックプラントロニクスのエンジニアである。 ケンハッチングスは、ストセットとして、市場投入されたデバイスの特許を取得した。米国特許番号3548,118号には、以下のような説明がある。受信機とマイクを収容するハウジングを備えた、自立型ヘッドセット。使用者の耳の外自動とハウジングの底部に固定された、受信機との間で通信するように適合された、可動性音響管 およびハウジングの上部に固定され、その円技端が隣接して配置されるように適合された調節可能な音響感。マイクに音を送るためのユーザーの口。充電器に置かれたプラントロニクスオフィスヘッドセット1980年代にプラントロニクスは赤外線技術を使用してコードレス製品のラインを作成した。使用された技術はテレビのリモコンで使用されているものと、 同じだったが、リンクには、連邦通信委員会の電気通信の承認は、必要なかった。最初の製品の一つは、赤外線ビームを使用して、小型の送信機と電話網に接続された、ベースユニットとの間に通信リンクを作成した。この製品は、会議室で使用する最初のエコフリースピーカーフォンだった。小さな送信機は、和者の声をうまく拾うために、手持ちにするか、 衣服にクリップで留めることができた。2003年、プラントロニクスはオフィスの電話で使用する CS50 ワイヤレスヘッドセットを発表した。CS500 シリーズ、セビ700シリーズなどのワイヤレスヘッドセットを製造してきました。近年、ユニファイドコミュニケーションのヘッドセットとスピーカーにも重点が置かれている。プラントロニクスバックビートプロニーボックスプラントロニクスは 携帯電話用の Bluetooth ヘッドセットのラインを含むモバイルヘッドセットを製造している。例えば p ルサ s a r 590は Bluetooth と A2DP 対応の携帯電話で使用するように設計されている。Plantronics はゲームコム、オーディオ、リグゲーミングレーベルを通じて PC オーディオ、オンラインとコンソールゲーム機用のヘッドセットを製造した。 プラントロニクスは1999年に HS1 と DSP-500 ヘッドセットをリリースしてマルチメディアヘッドセット市場に参入した。後者はデジタル信号処理カードを内蔵している。2002年にはプラントロニクスとマイクロソフトは Xbox Live で音声通信を利用するための最初のヘッドセットである Xbox コミュニケーターを作成した。 同社は2004年にビデオゲームヘイローにとのタイアップとして Xbox 用の特別なヘッドセットを作成した。プラントロニクスはポリーブランドとのエンタープライズコラボレーションに重点を置き2019年にゲーム及び消費者市場から撤退した。プラントロニクスは買収を通じてオーディオ機器市場の他のセグメントに拡大した。 1986年、プラントロニクスは、増幅された、携帯電話と電話のメーカーである、ジョージア州、リングゴールドのウォーカー・エクイップメントを買収した。クラリティ製品は、聴覚障害者の電話の使いやすさを向上させるために作成された。ウォーカーは後に2002年にアメリフォンを買収し、名前をクラリティに変更する前に、ウォーカー・アメリフォンになった。クラリティは現在、 増幅された電話の米国のサプライヤーです。2015年2月、プラントロニクスは UC 通信用のクラリティ340ハンドセットスタイルの電話をリリースした。2005年、プラントロニクスはコンピュータースピーカーメーカーのアルテックランシングを約1億6600万ドルで買収した。企業の変革にもかかわらず、ブランドは苦戦を続け、2009年10月に 約1800万ドルでプロフィットエクイティに買収された。プラントロニクスは2005年3月にオクティブを買収し、ボリュームロジック部門に名前を変更した。オクティブは5.1サラウンドのサウンドトラック作成の音響ツールセットを提供していた。その後、ボリュームロジックシリーズは廃止されたが、その基盤技術はプラントロニクスのテレフォニー製品に取り込まれた。 2018年3月28日、プラントロニクスはポリコムを約20億ドルで買収すると発表した。2016年10月、長年の最高経営責任者であるエスケネスカンナッパンが引退し、2011年に入社したジョーバートンに交代した。2020年2月10日、プラントロニクスはジョーバートンの後任としてロバートハガティを 暫定 CEO に任命したことを発表した。ありがとうございます。